ベントン郡はアメリカ合衆国ワシントン州の南中部に位置する郡である。コロンビア側が郡の北、南及び東の境界となっている。2010年国勢調査での人口は175,177人である。郡庁所在地はプロッサー市であり、郡内で最大の都市はケニウィック市である。ベントン郡はミズーリー州選出のアメリカ合衆国上院議員。 トマス・ハート・ベントンにちなんで名付けられた。ベントン軍は1905年3月8日に、クリッキタト軍の一部から創設された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1760平方マイルで、あり、このうち陸地は1703平方マイル、水域は57平方マイルで、水域率は3.24%である。ベントン軍のある、 ワシントン州の南中部は白人のアメリカ人が最初に入植して以来、主に農業の中心として知られてきた。ワイン製造業が交流し、過去20年間で農業と観光業に大きな影響を与え、この地域の評判を多くの面で作り変えてきた。地域内にある著名なワイナリーと寝室は以下の通りだが、この他にも多くのワイナリーが存在している。 スネーク川に架かる BNSF 鉄道の商工教以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。括弧内は2010年国勢調査による人口である。ありがとうございます。